塩田さんが代表、加藤さんが理事を務める一般社団法人ウーマンズメンズの活動として、札幌ドームで中学生から大学生までの女性アスリートを対象にしたセミナーをつい先ほどまで実施をしていました。改めてですが、塩田さん、このウーマンズメンズ、どのような活動をされているんでしょうか。はい、この団体は、スポーツを頑張る女の子だったり、その指導者とか保護者の皆さんに、女性特有の、体の悩みですね、月経とかコンディションとか、それの、体に寄り添うようなセミナーを行っております。そのセミナーが実施されたわけですけれども、はい、今日はお二人にはファーストピッチに挑戦をしていただきます。お二人にはピッチャーを務めていただくということで、はい、それぞれ意気込みを伺いたいと思います。塩田さん、